こんばんは松原修です。こんばんは小倉田志です。はい、5月11日の放送です。はいはいいやーなんかまた今日雨降ってるじゃない。うん。ほんでもうこ,ここんとこ半袖でよかったじゃん。うん。半袖でよかったのに今日の夜からまた、うん、えらい寒いって言って,て。そうね。ううどうどうすんの。<laughs> こんこないつい何日か前。うんうん 家の中んあいたいたああそうでまだ鈍いのよやっぱ動きはでもいやえこれ蚊だよなと思ってパンって叩いたらもう血吸ってたんよいやもう早いな早いって嫌いやしな嫌いあなたかむちゃくちゃ嫌い何やったっけなんかあのなんか濃いっちゅうかかその生きて生き方もそうだし うん、もう腹立つまあ暑いからかないやそうよだからああか出てきていいと思っちゃってるそれがねまたぐっと、うん、もうなくなった季節が四季なんてねどうなっとんかねな年々なそうよどうすんの寒暖差がえぐいよなえぐいよで俺らもうさ連休中とかもそうだけど、うん、もう昨日北海道とかさ今日 沖縄とかさ全然あるからさもう何着ていいいいのみたななんか自分で変だなと思ってついこの間北海道行ったら「あやっぱ意外と寒いな」って言うんだけど意外じゃないし北海道だね寒い確かにねもうむちゃくちゃなこと言ってるなっておかしなるなう でも北海道の m 1ツアーで行ったんだけど m 1ツアーって結構全国いっぱい行くのよでもその会場会場でケータリングいろんなおいしいもん出たりするんだけど北海道ってお寿司屋さん来てくれるだよ寿司屋さんが来るそう来て楽屋ですに握ってくれるえすげえ すごいのよ<ー>ほんで隣の部屋に、うん、生体師が来てんの <laughs> 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 何それでもうマッサージから針まで打ってもらって<ー>すごいの北海道ってすごいねそうエモンツアーだけなぜか<ー>めちゃくちゃやってもらったわもう出番2インあったけどもう2インの間に整 <laughs> 体も 2, 2回やってもらって針も打ってもらってへえ 寿司も食ってで途中秋があるからああ秋はもう表出て、うん、みんなおののラーメン屋さん<や>探して、うん、そう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 らもう並ぶのはしんどいわと思って「うんうん、並ばんでいいとこなんかどっか」っつって、うん、で探したらもう並ぼうが並ぶ前が、うん。うん うまいからもう単純にあのラーメン屋ってどこ入ってもそうやなそう寿司もねそううまいよな回転寿司がうまいっつうのがねねでかいもんなネタもな何もかもうまかったなんかよく初めて見るどら焼きとかですらうまかったわそれ錯覚ちゃうどら焼きは普通ちゃうかなじゃなんかもう見たことないでかさの中にもちみたいな牛あれ何 牛みたいな牛脂うあるじゃんアンナ入ったもううわだこれすごいな北海道泊まりたかったな場所もあるでしょまあ札幌だったんけどねうんそうんかその広大なさ都心とはいえさ北海道ってうんいいわいいねもっとゆっくりできたなそうなまあとンボ帰りやもんねゴールデンウィークもね 地方地方で。そう、だから北海道の翌日は茅ヶ崎だから、なんか、なんつうの。冬。超冬みたいなとか、超夏みたいも。茅ヶ崎の、その会場の前に、金色の香山雄三さんの銅像が立つ。あ、そうなんやえあるんや。やっぱり。一応写真撮りに行ったなんか。いいな。そう。 強くなったんかね体はね多少いや多少はねあると思う、うん、なんかうん、うん、回復が早くなった気するわうんああ一回食らってもまあ慣れだなまあ慣れだねああそれダメージは多少引きずるしあるけど、うん、それこそ昨日も仕事で一日だいぶ体を動かすやつだったからもううん、うん ほううぼ筋肉痛すごいけどその体動かす系はその減っていくんですか徐々にいや減らないんじゃない減らない減らないと思うよ本当。俺らより若いどんどん下が減っていくんじゃない体を体張る系はああそう下の世代ほどもうそういう仕事が来ないっていうかもうなんかさテレビをさ テレビに憧れてない世代のまんま出てきてるからああそういうことかなるほど確かに毛色がちょっと違うわそう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 お笑い芸人やりたいとかバラエティ番組出たいとかっていうモチベーションじゃない子の方が普通だからもう今あなるほどそうなんか漫才 m ワ1見て m ワ1かっこいいってなって漫才やりますっつったもう。 もそれで別に飯食えるしねうんそうやねそう「ではロマン」とかなんてもうそれで本当に優勝しちゃったし優勝したかそう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 そっかだからモグライダーぐらいラインで体張る系はしんがりやだからあなたたちの世代ちょうど俺らぐらいまでなんじゃないかなこっから下はなかなかいないと思う俺でさえ相当少ない方だろうと思うそうやねうんうん確かにキャラクターもあってうんそう 超えとるからねそうだ,そうだからパンサーの尾形さんとかさ、うん、もう <laughs> 惚れ惚れするよ本当に一緒になるとあ<ー>あもう笑っちゃう笑っちゃうめちゃくちゃなことされてるもんうん <laughs> もうなんかあの人はだって四十もう六とか七とかなんなんかに引っかからへんのそれな何か魔法に大丈夫なって思うじゃねえ俺らももうもう危ないから危ないんだけど危なくないやらしてくれって言うもう嘘ついてでもあの人はなんかもし法律ができたとしてもその法律に触れるもう四十五歳までとかってなったらあの人嘘つい

なんだろうね、あれ。同業者でね、<の>現場の人は余計思うよ、ね。そう,そ,うそう、だから出川さんとか、上の人らがね、うん、出川さんとか、龍平さんとか、まずダさん。とかと会うとも、うプロの、うんうん、なんというんだろう。リアクション芸。リアクション芸とか、うん、そういうミラクルを絶対に起こすっていう。 その人らの何て言うんだろうロジックがなんかあるんだろうね頭の中ロジックはないのかもしれないもしかしてない本当にないけどなんかはっきりとこれだだけはっていいうなんんか哲学がああるるねや絶対そういうのに触れた時にうわかっこいいみたいなそうそう今もうこの世代は小勝さん一強かもしれないマジで。 もうおもろくてしゃあないわあの人裏でももうずっと同業者がやっぱむちゃくちゃハマるんかなうんあると思うでもやっぱ胸打つもんかああいう人らって小笠ん特にだけど感動までいくのよねんかへえあそうそうもう何年か前かなんか水曜日のダウンタウンとかで えー、ドッキリで嘘のロケかなんかやってたら、うん、落とし穴があって、うん、落っこっちゃってでもその落とし穴は、うん、もう何年も前にバラエティで掘って、うん、そのまんまにしちゃってた落とし穴で <laughs>、うん、そこにミスって落ちちゃったみたいなだから誰も気づかないんだ <laughs> いやだからそれ事故やんかに触れるってでさあどうするみたいな一人でずっと誰助け呼んでも誰も来ないしスタッフなんて別にその番組が何でも前に行われた番組だからってだから誰とも誰に何て言えばいいか分かんないです何時間もその穴ぼこの中に何メーターか下に一人で寒いし日も暮れてきて夜ででも絶対に帰るんだ俺はっつって。 何回もよじ登って落ちて服脱いで、うんうん、縛ってキリキリのとこバーって投げてこう木の枝に引っ掛けてそれもバリューって落ちてみたいな泣きながら <laughs> 全裸になって「家族んとこに帰るんだ」って這 <laughs> い上がってくるとうも,もうすごいけどおもろいけど、うん。 最後ちょっっと感動までくてそうもう絶対まっすぐにしか行かないっていうすごいよね。一個のことをねそ<う>純粋にまっすぐやってりゃ、うん、もうあの人元がさサッカーすごかった人だからああ、うん、仙台育英の10番だった人だから大学までずっとやり上げて。うんうん なんかやっぱああいうスポーツの本当のなんかトップのとこまで行くような人らってやっぱ違うよねうん、うん、そうだねその精神とかうんうん、うん、俺ちょっとやっぱ又吉さんも感じるもんなあ又吉さんもそうねなんかさ風貌はさおとなしくて穏やかで静かだけど、うんうん、やっぱちょっと怖いもん怖い怖いの、ね、よ、うん、でなんか気合い入ってそう近くで見ると、うん、ごついのよ体もあそうなんやへへ<う> <laughs> そうなえ。なんかうわっコツって思うのんか目の前で見るとあの人もやっぱサッカーすごい名門のとこでとにかく走るいわゆる強いタイプの選手北沢タイプそう中盤のダイナモンそうなのよ強いであの人も。感じるなんか。 だって本書くなんてさ相当気合いるしる、うん、途中でやめちゃうもんなのに書き続けてらっしゃるっていうのとか、うん、そうむちゃくちゃこうなんていうかそれこそこれ言ったっけな,なんかちょっと前又吉、うんえー、さんと飲んでて、うん、で大悟さんもいて、うん、でその日がサッカーの「うん 日日本のの代表戦があった日だったただよテレビ見てて普通に。うん、で見てる最中にあの飲もうかってなって行ったんよ。うん、で大悟さん行って、うん、俺行って、えー、俺挟んで又吉さんが行って。うんうん、でなんかねそういえばと思って又吉、えー、さんサッカーめちゃくちゃやってるしいま、うん、だに。 ね、自分のチームはあったりするぐらいでそもそも名門でずっとやってた人で,で当然言うまでもなく言葉のプロじゃない文章も書いて。うん、ってなったら松スさんだったら、うんえー、誰かに「オフサイドってどういう意味ですか?」って聞かれた時「な、うんて説明します?」って聞いてみた。この言葉も 達者というか精通しててサッカーのルールも当然あの頭に入ってる人があれむずいじゃん,なんか知らない人にオフサイドって説明することってでどうしますどなんオフサイドのことなんて言いますかって言ったらやっぱ超うまかったの何かまずえ待ち伏せ禁止のルールやねでって。 っから入のねお待ち伏せ禁止俺らとかの一般のやつからするとさ素人の要はキーパーがキーパー以外に何人かいてそこのにそに状況を何か言おうとするじゃんいやなるなるそうなるねそうじゃないのやっぱあの人はいはいなるほどねそもそも何かっていうのをズバンと一回言うのうううんんん 待ち伏せを禁止しようということやねでここで、えー、例えばじゃあそのルールがなかったとしたら、うんえー、結局ずっとゴール前に1人がいて、うん、そ,そいつに向けてずっとロングパス上げ続けるだけのサッカーになるじゃんサッカーがたの楽しくなくなるっしょっ、うん、試合が面白くなくなるでしょわ、うん、分かりやすい。 だからそういうルールを設けるのよっつって、うん、あ,、うん、あうわーみたいなうん、うん、しかもなんかポジティブな雰囲気の説明そうね確かに終わりがそう、うん、あった方がええそうあった方がサッカーが面白いからやってるんだってうわーすげえみたいなうん、うん、俺らはそういうふうに多分言えないわ普通の一般の人間からするとうん、うん、これをやるとんつうんだろ卑怯に,になっちゃうからとかうん,、うん、なんかそういうネガティブな方を のの説明の仕方になりそうだしみたいなんでうわーと思って感動してたら、うん、俺から何個か席誰か23人鼻、えー、挟んで大悟さんがいたのよ、うん、そしたらその話してる時にだ、うん、大悟さんが「な、うんで独身の又吉に相談してんねん」みたいな「わしには聞いても意味ない言うんかい」っつってえらい怒って立ち上がったよ。 な何言ってんのと思ったら、うん、だいぶ寄ってて、うん、<laughs> どうもね、うん、あの人普段の自分の行いとかの後ろめたさからか、うん、神経過敏になってて <laughs>、うん、え オフサイドのことってど,どう言いますって俺が聞いてるの、うん、奥さんとのことどう言いますみたいな <laughs> 空耳してる <laughs> 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 あもうもうもうダメダメもうそんななったらダメよえ <laughs> ろうって遊ばかったらええよカビになってたからベロベロ,ベロ <laughs> オフサイドのことなんて言います、ね、<ー>奥さんとのこと <laughs> わしには聞かんのかわしには、うん、わ聞いても意味ないよんか立ち上がった <laughs> <laughs> ええー、もろいな <laughs> い賢いよなやっぱな<い>芸人さんはちょっとやっぱなんか感動したないやそのね両方できるんやねだから運動神経も良かったんでしょう、うん、そうね,ね単純にね根性もあって、うんうん、で結構好きな山田善さんのあの 昔のね話をさ自分のチャンネルかなとかで喋ってやるまあ嫌われててそうなんやってその折り合いがつかなかったあまあでもあの人もそうか自分がむちゃくちゃ本気やから好きな話があってその同級生に「俺は J リーガー目指す」っていう子がおってんってでそいつがあんま頑張らんからこう言うわけね「もっとやらなあかのちゃん」みたいな多分結構きつめに言葉選ばずこう 言ってえっとそのだから又吉さんは J リーがプロになるって言ったからその基準で見てたとでもそんなのはこう言うもんじゃないそんな本気じゃなくてもプロ行きたいとかサッカーでご飯食べたいとかさぼんやりとねそう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 でその誤解が解けてったとだからああの時はんかノリで言うだけど プロ行くっていうのはそんな本気じゃないってことやんなって確認して、その確認の仕方もまた問題になるわけまあ確かにね。まなんでそんなこと言うんだ。そうそうそうなるよね。そうそう。あやっぱとうとうってらっしゃるんだなっていうね。うんそうそうだね。あの人あの人もすごいよな。ちょっと独特というかね。うんねそうそう芸人の中に。 ももやっぱだよねねねそう目立つん存在感あるしね誰もあの人のことなめないしねなんかこうああそうよねまあ芥川賞もあるとはいえでもまあでも妙な話でさ別に芸人じゃあ芸人としてそういわゆるそれこそぼんやりとしたイメージでじゃあ冠番組持っててとか MC やっててとか逆に言うとギャグめっちゃ強くてとかひな壇で無双しててとかっていうそのいわゆるお笑いのなんていうのそいうのざっくりとしたイメージのもん何もじゃんでもあんだけ強いっていう人ってまあななかかなかなかいないね。 そうかそうねそういうのに惹かれるんかなんか話聞いてみたいとか思うね出てらっしゃるとそう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 慕われるしねその先輩付き合いとかもうやっぱ芸人さんって究極やなと思って聞いててこの間ものりさんとご飯食べてて品川さんとの予定がバッティングしてとかね立ち回りとかこの間ね あ,のある俺の中で火種を残したことがあるんやけど人のことを、まあ、こういじってこう、うん、笑うっていうパターンあるでしょ、うん、でねこの場にいない人の話だったんですよ、うん、この場にいない人で、えー、っとその人が、まあ、独特のキャラクターでいじってると、うんうん、でこれそのなんていうのかな立場によって、うん、言える言えないってあるじゃない。はあ、えっとね 例えば、大ちゃんで言うと、高野さん。あの、えー、岸高野。うん、岸高野。高野さん。はい。後輩?。後輩。いや、ね。うん、大ちゃんと。え。が。高野さんのことをいじってる。うん、と。うん、で、高野さんがいいないところで。うんうん、で。えっ、ー、と、まあ、年齢も近いや。つがバーっていて、いじってると。うんうん、これ。ここに。うん 一番目に高野さんがいてそのすでがいてでぐっと高野さんの下の後輩が同じテンションで大ちゃんと一緒になっていじってるとその場はまあ大ちゃんも笑ってるけど火種を残すでしょ「こいつ」ってそうそうああいうのをそのいつ言うかっていうかその場で。 言うってそのタイミングもないやん、うん、その場は盛り上がってるし何より高野さん意識が今楽しいからうん、うん、後で言う後では言わないでものインプットされるよね高野をめっちゃ褒める俺はそれを感じた時にへえ<ー>そのいじりで言った時に「うん、でもあれがこうだからあいつは」 すごいよなっていうのをそのああなるほどなるほど聞かせんのかそうあのこの人はうんうんうんそうだから尊敬があってやってるんだなうんその対象の人より上なのにっていうとこまで全部見せ見せようとするなるほどなるほどだから違うよってカズレーザーとかはその場で言うねあああいつはあのタイガさん のことを俺らとかカズとかがむくちゃくちゃにいじってる時に <laughs>、うんうん、それこそ元後輩のやつが俺らと同じように俺らより先輩だからやあのあ<ー>いじったのをお前らがやるなってちゃんと怒るのあーあ,ーあーそうかそうそうそうそ<ー>うああそうね。 カズさんタイプかな、うん、ぐっと飲み込んだんやけどねん <laughs> なんか場のね、うん、ノリもあるしほい、うん、でまたその高野さんとは違うのがそのいじられてるやつがもう100、うん、その隙を見せてるというか<ー>その「それは言われるよ」っていうキャラクターだったりしてね<ー>ちょっと引っかかったよなその「お前そうだねお前は俺たちと。 並んで言うのはちょっと違うんちゃうみたいな <laughs> そうねいるねでもねそのタイプね、うん、で自分がそれになっちゃってねえかなって思う時もたまにあるしねそ,そこをねだからな,なんて言うんだろうねそうなんよねそう,そうそうめっちゃわかるわそうなんよね 大ががずれてなななかったら出ようういもんね、うん、そうなのどんだけペラペラ口で喋っててもそ,そんなのが出るはずないんだよね。うん、ってことはどっかで舐めてるとか、うん、そうどっかで自分を上に置きすぎてたら、うんうん、それが残るんよねどうも。そうあなんだろうねかんそれこそ感覚でだけど、うん、ちょっと浮いてるなみたいなのあるんだよねそれちょっと違うけどみたいな。 それちょっと違うけどっていう時はちょっとんか言ってるかもなそれちょっと違うけど言ってるやん言ってるかもいやそんなもんよ我慢できない出るよねよかった俺も俺もそれぐらいでいくわちょっと顔しかめながらあちょっとそれ違うそれちょっと違うけどこうこうこうなのよででももう本当にちゃんとんかね褒めるはめっちゃするかもななるほどなうん んか確かに分かるそれそれ聞かされると褒めてんかそいつをちょっと置いていこうぐらいのそうねそういう行為やもんねそうなんかいやこれえよよようにったら怖怖い大輔の対応はんか俺後輩やったらゾッとするもんあ今プイってされたってんかギリギリその お前の理解の及ばないところのレベルのとこを褒めてやろうかなとか,なんかめっちゃ怖いやん <laughs> 一番怖かったやん <laughs> <laughs> はいシャークオッケーです裏<表>でも分かるわうん冗談、うん、抜きでそういう応酬やもんね、うん、そうやさせないと置いていかれたりもするしうん、うん サインが出てのよね先輩から今のはこういう意味やでみたいなあるある結局は感じないとそうねだってあなたの場合は特にもう仕事に直結するから空気とか立場とかねそうそう空気読まずに行くっていうのはすごい大事なことなんですけどうんうん 読めるやつが読まずに行くのが、すごいことで。そうね。そうそうそう。読めてないで行くはもう。そう。ちょっと違うけど。ただただ変なやつ。そうそうそう。ね。ただただ変なやつは一回出るよ。出てくる。あって。踊り出てくるんだけど。ないから、その床がもう。床がねそうなんですよ。そう。 そうなっちんうんうんあ、まあうん、まあすごい人たちがいっぱいいるから周りに、うん、毎日毎日食らってますけどねなんか食らうよな食らう食らう、うんうん、うわーすごいねーっていう自分の手応えみたいなのってやっぱないもんねこのテレビ出だしてからうん、うん、ほぼ。 ななんていう仕事できたああそうへえ十分やって言ってしまうけどね周りからどうですかお客さん十分ですよね信用しないから俺そういうそうかどういうつもりだと思うお前らそうねまあ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 そう 形にななんだろうね形に残るもんじゃないからねこの仕事そうでも分かるふわふわしてるもんなそうそうそう<ー>おも思い出としてしか残っていかないからすごいことしてるなと思うけどねうん、うん、そうだ、うん、な自己犠牲もあるしねめちゃくちゃあるね、うんうん、ちょっと俺も言ってみようかな、うん、いやその大ちゃんみたいなパターン ちょっとその違う方向から相手が察するようなああうんうんやっぱ俺直接出しか刺してこないから刺してきてないからうん王手って言っちゃうからああ直接怖い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 あんまりこう相手がグッてなんのはもううんそうねだそれこそ子供の時にそうしてたんだと思う俺はずっとうんうん その気まずくだけさせないようにそれが今になって、うんその「お前は人が良すぎる」とか「うんうん、優しすぎる」って言われちゃってるのもあると思う,う、ねうんうん、だから俺と本当真逆よね、うん、あなたはずっと空気読んで言葉を選んでたのが「うん、いやもうちょっとパキッと言っていいんじゃないか」とか、うんうんまあ、ね俺はもうはっきり言い過ぎてきたから「うん、いやもうちょっと間に合わせてもいいんじゃないか」